Peggy 18. はい、こんにちは。ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまたね、ゲームの最新情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら。ゾンビサバイバルの最高傑作の一つ、ダイングライトがセール開催ということでね、いきなりセールかよみたいな話なんですけれども、これがね、またちょっと面白いので皆さんね、聞いてほしいなと思うんですけれども、そうなんですよ、ダイングライト、皆さん知ってるよね。名前ぐらいは聞いたことあるよね。やってない人も、まあ、やったことある人のが多いかなみたいな勢いだと思うんですけれども、まあ、まずね、本日の動画の概要なんですけれども、まずダイングライト、これが何なのかというのをね、まず軽く紹介して、で開発技術面の方をこのゲーム紹介してみて、でストーリーとか世界観どんなゲームかっていうのをね、まず前半で紹介して、でこれがですね、Steam で大規模セールを実施中なんですね。実施し始めたと、今日から始めたというところなんですけれども、それを紹介して、でなんで私が紹介するのかというと、実はですね、こうテックランドという会社が作ってるんですけれども、販売は日本だとワーナーエンターテイメントジャパンかな、ワーナーエンターテイメントなんですけれども、テックランドジャパンの方からですね、これセールするんだけれども PV 動画とか紹介の配信とかしてくれませんかみたいな話が来て、ああもちろんいいですよみたいな、そんな話になりまして、私こうやってねセールを紹介してるという話になっております。いやーでもね、ダイングライトは自分たちでももう次耐久配信でダイングライトやろうって言ってたところだったんで、もうまさにね、完璧なタイミングでお声がかかったんですよね本当にありがとうございますって話なんですけれども、いやもうこのね、不詳ラビットを全力で紹介させていただきますって感じなんですけれどもでもね、ダイングライトはめちゃくちゃ人気のあるゲームで、めちゃくちゃ面白いゲームなんですよ。で私たちもメンバーの皆さんとかとね、いろいろ意見交換して、次耐久配信どんなゲームがいいかなみたいな、昔の名作ゲームがいいよねとか言ってて、いやダイングライトだろうみたいな、もうダイングライトしかないだろうみたいな感じになってたところなんですよね。でダイングライトどんなゲームかと、じゃあ紹介しますけれども、2015年に発売されたんですね。でオープンワールドのアクション RPG ということでいいと思います。FPS のシングルプレイが、ね、メインなんですけれども、コーオプでもできるし、4人のコーオプこう、ね、共同プレイもできるし、 PVP 片っぽがゾンビ側となって戦うみたいな、そういうことも可能なんですね。だそっちも結構人気のあるモードになってるんですけども、まあ、基本一番人気があるのはシングルプレイのストーリーモード、これが、ね、素晴らしいって言われてるんですよ。もうすごい、もう Steam の評価も好評とかすごく好評とか、もうそんなばっかり、本当にもう高評価ばっかりみたいな感じなんですよ、レビューがね。でパルクールとか、パルクール知ってるかな、ビルの間をジャンプした忍者みたいな感じ、忍者みたいにパッパパッパいろいろ飛び上がったり捕まったりとかぶら下がったりみたいにしていく感じの動きをパルクールって言うんだけれども、それとかあとはドロップキックっていうのがスキルアンロックするとできるんだけど、こういうのが、ね、アクションが爽快で非常に楽しいと有名なんですね。で売り上げが500万本以上もある超人気作品なんですね。1年に100万本売れてるって感じだよね。毎年100万本売れてるからみたいな。これでもね、発売ね、2015年にもう500万本近く売れてたんじゃなかったかな、400万本だったかな、正式には400万本売れてたみたいな、そんな勢いなんですね。で続編の2が PS5 でも発売予定であるということで、私のチャンネルでもね、その2に関して発売予定であるというので、ね、紹介動画出してるんですけれども、まあよかったらね、概要欄にリンク出しておきますんで紹介動画見てほしいんですけれども、まあ、そんな感じでですね、2が待ち焦がれているというような感じなんですけれども、1もまだまだダウンロードコンテンツとかアップデートとかね、定期的に入ってて、テックランドはまだまだ力を入れていきたいタイトルであるということなんですよ。で今回セールがまたね、大規模セールをしますというのをキャンペーンでね、実施しますって感じなんですよね。でダイングライトの開発とか技術面の方を軽く紹介しようと思うんですけれども、開発はポーランドのテックランドという会社、知らない人いないよねって勢いだと思うんだけど、ポーランドのテックランドという会社です。日本での発売はワーナーエンターテイメントジャパン、ここがねやっているということで、ワーナーエンターテイメントですよワーナーエンターテイメントだからねって勢いだよね。でゲームエンジンは Chrome Engine 6という自社製のね、 Mac とか Switch でも動かせるようなその自社製のエンジンを使ってて、結構汎用性が高いようなゲームになってるから、プラットフォームを選ばないみたいな感じで、実際に対応プラットフォームは PS4 とか Xbox One とか PC とかね、あとは Mac でもプレイできるとか、 Linux とかでも動くとか、そういうことでかなりね幅広いだ、 Switch でも動かそうと思えば動くんじゃないかなみたいな勢いだと思うんだけど、 Switch 版はまだ話出てないかなという感じでね、幅広くね、いろんなプラットフォームでできるというのが結構有名です。
で、レビューを見てみると、どのレビューでも多いのが、ストーリーが素晴らしいという話になってるんですね。あとはテンポがいいと。すごくね、めんどくさいところがちゃんと省かれてて、でも楽しいところはちゃんとじっくり作り込まれてるみたいな。なんかそういう感じでテンポよくどん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 進んでいくと。で、実際私もちょっとね、紹介するのも含めてやってみたんだけれども、確かにね、ポン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 進んでいくんですよ。で、次から次へと新しいことが来て、ワク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 しっぱなしみたいな。で、パルクールアクション。これが FPS 視点でやるから、最初ちょっとね、慣れるまで、なんていうのか、酔う人は酔っちゃうかもしれないんだけど、私は全然大丈夫だし、まあそこまでひどくないんだけど、大丈夫みたいな感じで、で、どん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 ね、ダイナミックに動いていくから、これがまた面白いですね。で、ストーリーについて、じゃあどんな感じかっていうのをね、軽く紹介しようかなと思うんですけれども、ストーリーとか世界観を言いますと、まず謎の伝染病、まあ来ましたよね、ゾンビ。ゾンビワールド、ゾンビワールド。謎の伝染病によって、ゾンビが徘徊するようになってしまった街、ハラン市っていうのが舞台になってます。で、このハラン市というところに、プレイヤーは世界救済活動会みたいな組織、まあ WHO みたいなのが多分あるんだよね、この世紀末のアポカリプスの後の世界に。で、そこに雇われたカイル・クレインというのが主人公なんですね。で、カイル・クレインとなって潜入するんです。そこで何か治療に関する資料みたいなのを取ってこいみたいな。で、ビューってね、いきなり飛び降りてるから始まるの、飛行機からグオーみたいな。で、いきなり捕まってみたいな。いきなり捕まってみたいな話になるんだけど、まあ、そこはいいとしてね、今度耐久配信するんで、ぜひね、そこで、ストーリーとかみんなで一緒にね、楽しんでいきたいなーなんて思ってるんですけども、とにかくそこで感染してしまうんですね。で、他のゾンビとかと違うのは、噛まれても、一応ね、そのゾンビ化するのを抑える薬があると。いう開発されているというところがちょっと違うかな、面白いかなってところ で、そこで一応助けられた人たちにそうやって治療してもらったりして、そこで生きていくことを余儀なくされるという感じなんですね。で、そこでの勢力争いみたいに巻き込まれながら、なんか治療法だなんだみたいな話とかになっていくとかね、そういう感じのストーリーとなっております。で、パルクールアクション、これがゾンビたちが徘徊する中で生きていくのには非常に有効だということで、それを身につけた人たちはランナーと呼ばれてて、ランナーがね、結構有効な戦力になってるんですね。で、二大勢力が派閥争いみたいのしてて、で、その中で片っぽの方に主人公は所属して、そのいろいろ巻き込まれてミッションをこなしていくというような感じのストーリーとなっております。いや、楽しみですよね面白そうだよね。その超面白いストーリーがなんと今ならSteamで最大 70% オフセール実施中なんですよ。いや、来たわ、これ、ドドーンってなってるの。みんな買うしかないわ、みたいな。Steam行くしかないだろう、みたいな感じなんだけれども。まあ、というわけでですね、今回、Steamで大規模セールを実施中ということなんですね。で、未だに定期的に大型 DLC とかアップデート、今年に入ってもね、大型アップデート実は入ってるんですね。新モードみたいのが入ってて、なんだよ、ヘルレイドっていうのが入ってて、なんかもう、ダイングライトの中のあの世の扉が開いたみたいな、そんなモードになってんだけど、ストーリーというか、あれがね、なんかまだやってないんだけど面白そうだなと思って、もう買っちゃったんだけど、それが入ってると。ただこのヘルレイドだけはね、今回のセール対象外ということみたいです。新しすぎるという話みたいですねまあそんぐらい DLC とか大型アップデートが今でも入ってるんですよ。だから十分古いとは言ってもね、楽しめる。で、やってみたけど、グラフィックとか操作性とかも全然今の最新ゲームと見劣りしないです。本当にね、これは大丈夫、全然 OK なゲームなんで、もしね、今なんかやるゲームないな、 PS5 出るまでちょっとやるゲームないなとか思ってたら、まだダイングライト2は出ないんで、1をね、ぜひね、やってない人はやったらいいんじゃないかなと思う。で、セールではゲーム本体と他の全 DLC、まあ、10本以上あるんだけど、これがヘルレイド以外は最大で 70% オフで売られてるということなんですよ。だから PC ある人はね、絶対やった方がいい。で、ゲーム自体もそこまで重たくないから大丈夫です。最高設定とかにしなくても十分動くんで、で、グラフィックも十分綺麗なんで大丈夫だと思います。で、期間は9月29日から今日から10月の6日までということになっております。で、何を付け足したいかというと、当チャンネルがですね、コラボ配信を公式にさせてもらえるということで、このキャンペーンにね、キャンペーン応援企画ということでで、今週の金曜日耐久配信ですよ。まあ、元々やる予定だったんだけど、もうやらせていただきますという話になっております。で、10月2日、今週の金曜日の午後5時スタートということになっております。
でストーリークリアまで耐久配信、ね、ストーリークリアまでやっても大丈夫ですかって、あ全然 OK ですよみたいなよし言ってくれたんで、よしじゃあ行こうみたいな感じですよね。うん、まあね、ストーリーがかなりいいんでテンポもいいんでね、下手な Netflix とか Amazon プライムの映画とか見るよりは、まあ、20時間かかると思うんだけど一応試算だと20クリアまで20時間かかなみたいな感じでは出てるんですけども、20時間で、ね、そこからやってるんで、まあ、20時間はちょっと YouTube のアーカイブの関係上ね、12時間で1回切らないといけないんで、まあ、11時間で2つ前半後半みたいな感じでやっていこうかなと思ってますので、よかったら時間のある時にでもね、もうずっとだとみんな大変だから、やっぱり金曜日お仕事だからね、まあ、アーカイブでもね自由に見られるようにしておきますので、まあ時間のある方はね覗いて一緒に楽しんでいけたらななんて思います。もちろんね最初から最後までずっとやってくれてもいいですし、自分もねキャンペーンでダイングライト買って、よし一緒にやりながらね、ラビットとどっちが先にクリアできるかみたいに競争しながらやってくれてもいいしみたいなもう全然 OK ですよ。うん、まあ私勝つけどね、私勝つと思うんだ全然余裕だからみたいな感じだと思うんだけど、まあかかってきたまえみたいな感じでね、あ悔しくなった、悔しくなってね、よし買おうみたいな感じだからよし買っちゃおうみたいな、今セールだからもう買った方がいいから、みんなとにかくやらなくても買っといてみたいないやとにかく見た人買っといて、本当にもう私の実績にしといて、そしたらダイングライト2のオファーとか来るかもしれないからとにかくみんなで買おう、うんね、もういいから買っとこうみたいな感じまあそれは冗談としてね、うん、でも面白い、絶対面白いゲームだと思うんでね、あこれはもうこれはみんなで慎重に選んだゲームの一つだから絶対大丈夫、外れということはありえないみたいなね感じなんでね、よかったら覗いてみてやってください。あの Steam のね概要のリンクとか概要欄に全部出しておきますので、よかったらリンクとかね、あとテックランドジャパンも最近始めたばっかりで、ツイッター公式ツイッターも最近始まったばっかりなんでね、まだフォロワー数とかそんなにいないんで、今ならねあのフォローしといてなんかコメント出せば公式の方とかがちょっと反応してくれたりとかするから、今チャンス今ならチャンスですよ、うん、今ならね、あダイングライトめっちゃ面白いですよねとか言えば、ありがとうございますとか返ってくるかもしれないからで概要欄にあの公式ツイッターのリンク出しとくから、あそこをフォローしといてみんなでもみんなでさリツイートとかいいねとかしてあの盛り上げていきましょう、うんね、これからダイングライト2、ね、ダイングライトもまだまだこれからね力を入れてアップデートとか入ってくるらしいから、うん、これはこれで楽しみだなみたいなね。またね、何かね、アップデートの情報とか、ダイングライト2のニュースとかね、あったらお知らせしていきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録の方とかもよろしくお願いいたします。それでは、ラビットでした。皆様の良き、パルクールライフをお祈りしております。おいじゃ、またね。